回目の投票用紙はガーシーお願いいたします。もう選挙戦あと7日今日日曜日で次の日曜日が投票日になります。まあ今回の選挙ほどマスコミは争点を作っていませんが、国民の皆さんからすればこの争点があります。腐った権力 VS 真実を貫いていく国民、真実を貫く NHK との戦いです。 NHK 党との戦いです。まあね、この国の腐った権力者、これまで地道にやってる人、正直に生きてる人を潰してきましたよ。私も2005年に NHK を内部告発して実質上クビになりましたが、当時は YouTube も Twitter もなかった、週刊文春を使って内部告発をしました。 NHK の不正経理、内部告発をいたしましたが、テレビ局はどこも放送しなかった。先ほどフジテレビの当時アナウンサーだった長谷川さんという方と番組収録してきましてまいりました。ヒカル君、 YouTuber のヒカル君と青汁王子こと三崎裕太君の番組、 YouTube 番組賛否両論に出演してまいりましたが、長谷川さん曰く当時の立花さんのネタを報道することはしない、おそらく危ないと思ったんでしょうね。 NHK を攻撃するといわゆる NHK の不正経理、それは民放もやってたから民放で放送できないという判断だったらしいです。これまさに新事実です。ありがとうございます。いくよ NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。このようにこれまでテレビが王様でしたが、今は YouTube という対抗する手段が出てまいりました。正義という名前のこれまでの内部告発はことごとくもみ消されてきましたが、今は国民の多くがテレビだけの情報ではなく YouTube という動画サイトを使って、もちろんインターネットを使って情報を得る時代になりました。ありがとう。今ね、このうちの候補者ガーシーがいろんな暴露してます。今晩 TBS で放送される日曜劇場オールドルーキー、この主演の綾野剛さん、17歳の女の子にお酒を飲ませホテルに突っ込みちょめちょめをした、こんなことを平気でテレビ局は隠しドラマの主演に主人公として使ってます。どうしてテレビ局は取材しないんでしょうか。日頃は週刊誌が淫行、18歳未満の女の子と性的な行為を持ったタレント、俳優、そういった人に対して取材をするのに、なぜか綾野剛さんだけはやらない。あれでおかしいぞ。つまりテレビ局はスキャンダルを放送していいタレントと、スキャンダルはもみ消さなければいけないタレントがいるっていうことを露呈したんですよ今回。ではスキャンダルを報道しないタレントとは誰か。それはバックに政治家がいることです。大物政治家がタレント事務所のバックにいることが条件になります。政治家誰ですか。自民党の木原誠二内閣官房副長官です。そしてこの自民党の木原誠二さんと仲良くしているのが日本の大金持ちで有名な楽天の三木谷さんという社長です。楽天モバイルってやつですね。大企業の社長がたくさんお金を政治家に渡し、そしてテレビ局にこの事件、このスキャンダルをもみ消してくれと働きかけている、これが今この国の腐った状態なんですよ。それをまさにめくっているのが我々 NHK 党であり、 NHK 党から立候補しているガーシーという YouTuber です。国民の皆様はゆっくりゆっくり気づいてきていますよね。
NHK の受信料制度、明らかにおかしいでしょ。払う人と払わない人が半分ずつで、払っている人だけがバカを見る、払っていない人の分までこれ分担金なんて払わされてしまってるんですよ。ありがとうございます。いつまでたっても NHK もこの国の政治家もそれを解決しよう、解消しようとしません。国民のことをなめてるんですよね。で、真実を皆さんに伝えないから、国民の皆さんは真面目に働いてるかなと間違ってしまうんですよ。誤解してるんですよ。今の自民党の政治家、悪い人いっぱいいるでしょ。あんなのたまに見つかってるんじゃないんですよ。ほとんどの人がお金に汚いことをしているから、で、そのお金に汚いことをしている、お金を出してくれる人がその三木谷さんのような人です。テレビ局もお金の力には勝てません。要はテレビ局が権力者にとって都合の悪い報道をしない、国民は今の政治家がちゃんと仕事をしてくれてるとごまかされてしまう、騙されて選挙に行く、そしてそういう悪い人たちが権力を持つ、そして僕のように正直に生きてる人間を集団で潰しにかかってきたんです。これがこれまでの日本の正体です。